よし、かかってきなさい。やっ、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 これが効くはず。それじゃ、ここはトゥトゥーリア・ヘルモルトのアトリエだと聞いたのだがな。トゥトゥーリア先生、お客さんですよ。あ、トトリ先生の弟子のメルルリース・レーデ・アールズって言います。アールズ、確かこの国の王女がそんな名前だったと聞いたこともある。あ、はい、それが私です。って言ってもこんな格好じゃ信じてもらえないかもしれませんけど。ほう、これは愉快なことになっているな。ねえねえ、あっちゃん、あっちゃん、私もご挨拶する。その名で呼ぶなとあれほど言った。私はアストリッド。ロロライナ・フリクセルです。ロロナって呼んでね。ロロナちゃんか、かわいい名前だね。でもどこかで聞いたような。お待たせしました。あー、トトリちゃんだ、会いたかったよ。うわー、誰この子。ロロナちゃんと先生の先生が先生で、アストリッドさん。アストリッドさん、どうしてここに。トトリちゃん、私のこと忘れちゃったの。まさかも何も、その子は紛れもないロロナだ。子供になっているのね。うん、ロロナだよ。うわ、やっぱり。どうしてこんな変わり果てた姿に。メルルちゃん、ロロナ先生なんだよこの子。ほら、前に話したよね、私の先生のこと。ちょ、トトリ先生、落ち着いてください。ほら、なかなかいい反応だな。それでこそ若返りの薬を作るための苦労も報われるというものだ。若返り、そういえばアストリッド、本来ならロロナも私のように理想的な年齢に若返るはずだったんだ。そうだな、詳しく。マリー、変な顔。痛いですマスター。ホムのほっぺたはその方向には伸びません。グランドマスターの命令です。我慢してください。マニニー、
薬のせいでドロナ先生は、私の見立てでは、なんでそんな高価な薬を作ったんですか。というかどうしてそこだけそんなに具体的な数字なんですか。言わずともわかるだろう。みそじに突入したロロナなど誰が見たいというのだ。そこで若返りの薬を作り、私の思考に最も適した年齢である14歳に。しかし実験として自分で飲んだ時はこのように想定通りの年齢に。いい、おそらくこれでロロナを14歳に。それでロロナ先生。まあそういうことになるな。まさか見た目だけ幼くなってるんじゃないんですか。そう、記憶も割ときれいさっぱりなくなっているようでな。そんなわけでロロナはほぼ外見通りの幼いし。トトリ先生、この人とんでもないことを言ってるように聞こえるのですが。まあなんていうか。とんでもないこととはなんだ。錬金術を収めているにもかかわらずこの実験の崇高さがわからないとは嘆かわしい。そういえばお前はトトリの弟子と言ったな。あ、はい。なるほど。え、な、いや何、こちらの。それよりここに来たのは何か理由があったからじゃないんですか。おお、そうだ、ロロナがお前に会いたいとごねてな。その、というわけでよろしく頼む。いやな、若返り自体は成功したしこれはこれでありな気もするのだが、元に戻す薬を作ろうにも子守で手。そこで思いついたのがお前の存在だ。最初はロロナ先生が派遣されるはずだったんですよね。でもご名答。しかし心配するな、元に。とはいえ材料も希少。まあそんなわけで戻すためにですか。いいんじゃないですか、私も一緒に面倒を見ますしね。ロロナちゃん、ちん、ロロナちゃんどうしたの。頭の王冠。お姉ちゃんお姫様。そうだよ、私お姫様。すっごい王冠かわいい。ロロナもすっかりメルル姫に懐いたようだな。まあ子供になってもあんまり変わってない気もしますけど。もちろんだ、そのためにこうしてお前に協力してほしいと頭を下げに来たのではないか。わかりました、約束を守ってもらえるならロロナ先生は私が預かります。理解が早くて助かるぞ。こいつらは家事全般から始まって錬金術の手伝いまでこなせる優秀な存在だ。詳しくは当人から聞いてくれ。コムよ。そんなわけでお前たちは今日からここでロロナの世話をすることになった。わかりました、グランドマスター。よし、これでやっとゆっくりできる。行っちゃった。結局ロロナ先生は元に戻るのかな。トトリちゃん、ロロナホモもエネルギーが底をついています。何か食べるものをください。あれ？アーランドからここに来たってことは馬車で来たんだよね。持ってきた食料足りなかったの？はい。馬車に搭載した食料は、しかしグランドマスターがつまみ食いをするので予定より1日分早く食料がなくなりました。ああ、そうだったの。すぐ何か作るからロロナ先生の相手して待っててね。なんだか急にアトリエが賑やかになっちゃった。でもとっても面白くなりそう。